九条正実は、江戸時代中期の苦行。漢博苦情苦関白、九条多数九日の三男。官位は、十一位、摂政、関白、大乗大臣、順三公。九条家二十五代当主。はじめは、行為は大人のり、門跡である随心院に入り、剣僧城に任じられる。二十七歳の時に、兄、九条美雪き教の子、千木本が没したため。 漢方3年5月9日に連続し救助家を継ぐ。なお、当時の官白である一条剣公は、夕食古日を知らない、行威和夫が摂管家の当主になることに反対して、桜町天皇の弟である聖愚に救助家を継がせようとしたが、桜町天皇と公共未亡人である新樹院からの反対を受けて、失敗に終わり、 他の設計と相談して、行岩尾が将来石灰に就くこと及び行岩尾の子孫が九条家を継ぐことを認めないことを相続の条件としようとしたが、江戸幕府から行岩尾の相続に特別な条件をつけるべきではないという意見が出されたため、これも認められなかった。なおの字は、かつて、室町幕府九大将軍、足利義直から返記を受けた十五代当主、九条直行から、 その一時を取ったものである。延響元年4月13日、13日に除せられる。法歴事件では、関白一条道行この得ない前、高塚佐佑平石管閣業と協力し、当円天皇側近の尊皇論者である聖画会家の、釘を失脚させ、石管家の優位性を保つことに成功した。法歴9年から安永7年にかけて、左大臣を務め、 同年から、五桃祖の天皇の関白を務める。安永8年、五桃祖の天皇が崩御する。生まれたばかりの王女吉子内新郎を、新帝の記載とすることで苦行の意見は一致したが、五桜町上皇と長老閣の全関白この得ない前は、当時あった四宮家の中で、最も格式が高い伏見の宮家の金ねじめ宮を推した。 これに対し、正日は最も高等に近い官員の宮家の死に王を押した。10日余りの論争の末、官員の宮家の死に王が神帝として擁立されることになり、意味なお、県人氏と,と改めて即位、正日自身も神帝の摂政に就任した。翌安永9年には、大乗大臣を兼ねて、神帝の果敢を担当する。天明5年には再び関白に転じた。 天命七年に関白を辞任して、純三公に除せられるが、同年死去。当時の九条家の財政は厳しく、法歴六年には、江戸幕府に対して、治療を返上して、代わりに二万両の廃料を得ようとするが失敗に終わっている。また、実施の九条道前と、松戸の忠隆は創生し、さらに晩年には、着村六条タスク家にまで先立たれて、体調を崩し、 出資もままならない状態であったという。同時代の苦行で歴史家でもある柳原のりは、正日の背丈は六尺様なるをこのみしと記し、感覚に明るかったことを伝えている。ありがとうございます。